懐かしいわね、この地響きの中の戦闘。無理やり、今度は直接行くよ。痛いわね。ここにこんな岩なんてなかった。そうか、狙い通りってことか。どうする？まだ続ける。それだけ頭を強打したら頭もうまく働かないでしょう。やっぱり戦い慣れてる。むしろ、ここまでの展開を予測して準備しておく。戦闘の勝敗はそこで決まる。それじゃあこれで終わらせようか。第、ん、かい、ほう、なに？なにこれ？まずい、阻止しないと。取り込まれた、なら。私の能力がつかない。どうして？諏訪子ちゃんは知らないよね、私のこの力。なに？その力、私の全力だよ。ならさっきまでは全力じゃなかったと。だから反省したわ。格上相手には最初から全力でいかないと。全力を出す前にやられることになる。それじゃあせっかく修行したのに、もったいないでしょ。そうだね。初めて見たわ。あなたが武器を構えているところ。遅い。どっちか。きつく精鋭、流星に舞う軽薄の世界。あの中からまだ反撃を。やっぱり妙に胸の技はまだ無理があったか。まさかせっかちゃんからダメージを受けるなんてね。私だって成長したよ。もう暴走なんかしない。人だって神だって変わらない。常に成長し続けるの。今の私なら言える。成長したね、せっかちゃん。まずい。あなたはもっと強くなる。私はそう感じるよ。またあなたが強くなったとき、私は本当の力であなたと戦ってあげる。そして何年後か先、笑い合いながら一緒にお酒を飲もう。届かないことは知ってた。でも諏訪子ちゃんに挑むことで私は知りたかった。あの時、何をしても歯が立たなかった私からどこまで成長したのか。だから、まだ抗ってみせる。避けた。でも空に立てば無抵抗に等しい。起きろー。逆でしょ。むしろ空に弱いのはあなたの方だよ。今の無抵抗の諏訪子ちゃんならこの攻撃が届くよね。しまった、ガラ空きだよ、諏訪子ちゃん。びっくりしたよ、そう来るなんて。私も、まだまだってことだね。この読み合いはせっかちゃんの勝ちだね。強くなった。あの時は私にされるがままだったのに。今となっては戦闘力では差があるものの。それを埋める能力技術に、戦闘技術。絶対に勝ちたいっていう気持ちの強さ。誰がそこまであなたを強くしたの？みんなだよ。そうか、いい仲間と一緒にいるんだね。それでどうする？せっかちゃんが求めるなら私はまだ戦うよ。いや、いいです。確かに勝ちたいって気持ちはあります。でも今、本当に勝たないといけないのはここじゃない。今の私は、何か実感できているんです。成長につながる何か。だから、今ここで無茶してこれ以上負担を負うのは違うと思うんです。そっか、目先の結果にとらわれないのはいいことだよ。でも覚えておいて。力だけでは本当に守りたいものは守れない。ごめんね、せっかちゃんの目的と経緯をメリアさんから聞いたの。いえ、でも力だけでは守れないって。そのまんまだよ、力があるだけで全てが守れるなら、私たちはずっと己を磨いてる。それをしないのは今、私たちに必要なのは力じゃないから。それは、でも、せっかちゃんはまだ修行僧、力も求めないといけない。でもそれと一緒に守るために必要なものも見つけていかないといけない。それは自分で気づかないと意味がない、言葉じゃないから。そっか、力が全てじゃないんだね。降参します。また傷が治った。余った霊力は治療に当ててるから。ふふ、本当、便利な能力だね。今すぐ桜花を呼んで治療させますね。桜花、治療をお願い。力だけでは守れない？はは、私にも心に来る言葉だよ。本当。こうして第一戦はせっかちゃんの降参により、諏訪子ちゃんが勝利。私はあそこで無理せずに降参を選んだせっかちゃんに少なからず驚いていた。なぜなら、せっかちゃんは目に見える結果しか見えないと思っていたから。今になって、あなたは急激に成長をする。その後主人に対する思いは、私自身少し、嫉妬します。でも心から嬉しかったですよ。せっかちゃん。それじゃあ第二戦を始めますよ。かなこさん、お手柔らかにお願いします。期待しているわ。
この子、ずっと思っていたけど、スワコに似てるのよね。ルールはさっき見た通りだから、満足できるまでどんどん戦ってください。それではいつでもどうぞ。あなたから仕掛けてきていいわよ。いいわ、私、こう見えて早いよ。へえ、それは楽しみだね。それじゃあ早速、四季風秋式、風の衣。すごいね、大人に拝見ってレベルで500万か。不用意に相手のドローに入ってくるんじゃない。まずい、少しカットマップで追いかけてしまった。でも私だって空中戦は嫌いじゃない。四季風秋式、風雷神か。そんな、まあ、空中でここまでスピードが出せるなら9大点か。あなたはちょっとセンスに身を任せすぎね。戦闘技術はその年にしてはかなりのものだわ。でも戦略技術は年相応、目先の獲物にしか焦点がいってないわ。安心しなさい、この短時間で戦略の強さをしっかり教えてあげる。力は私と似ているから即使用できるしね。覚悟しなさい、そしてすぐに頭と体に叩き込みなさい。ゆっくり覚えさせるほど、私は優しくないわよ。石化さん血が出てますよ。う、スワコちゃん戦うとすごく遠慮ないよね。私たちはもう少し、優しくやろうね。そうだね、怪我したら痛いしね。最初は全くスワコのことを考えれてなかったね。うん、私もやりがちだから気をつけないと。でも今はしっかりスワコちゃんの戦略を考えてる。あの子も戦略技術はそう高くないのが幸いしたのかね。かなこさん、私の時もしっかり見ててね。ああ、時間はないからね、ビシバシ行くよ。爪が甘いな、なんで岩を尖らせないんだろう。せっかちゃんを飛ばして岩にぶつけるなら岩の表面を尖らせた方が致命傷になるのに。あ、せっかちゃんがスワコちゃんを凍らせた。ああ、もう、なんでそこで無理に光線でいくの。あなたの第二解放の氷ならそっとやちょっとでは壊れないんだから。もっと、物理的に痛めつけて、無抵抗になったあたりから光線でも十分なのに。あらあ、反撃されたー。まったく、せっかちゃんは S なんだから人の痛めつけ方には自信があると思ったんだけどな。勝手に S 設定にしないでよ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。